洗浄剤は2種類ありまして、タイプ A の方が汚れを浮かし取る方の洗浄剤で、タイプ B の方は A の後の仕上げ用の洗浄剤です。まずはタイプ A の方から使って専用のブラシで洗浄していきたいと思います。洗浄の方が終わりましたので、洗浄液をこれからバキュームしていきます。次にタイプ B の洗浄液を使って仕上げをしていきたいと思います。先ほどと反対の方のブラシを使って仕上げしていきます。仕上げの後は付属の除電ブラシで除電も行います。A 面の洗浄が終わりましたら B 面の方も同様に洗浄していきます。